はい、はい、ありがとうございます。商店実質です。質問してもらえる、してくれる人が変わりました。山口さんと松田くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。商店実質はこのひな壇の上に作品が載っています。おひな様の七段飾りのひな壇を実家から送ってもらいました。下半分が百瀬で上半分が戸塚くんです。じゃあ戸塚くんの作品から説明を。私の方の作品はこちらのなんかキューブ状みたいな作品がこう4個並んでると思うんですけれども、これはもともとは本当メモパッドみたいな、ああいうなんかスクエアサイズの小さいメモパッドみたいなのが家にありまして、でそれをこう書いてはめくって書いてはめくってっていうのを、まあ、ちょっとやっていて、でそれを、まあ、ちょっとその飾り方っていうことをちょっといろいろ考えて望む感じで見えるっていうことを探していたら、まあ、こういうキューブ状のものにこうマグネットで貼り付けてるんですけど、こういう形にするとなんていうかちょっとこう物感が出ていいかなって思ってちょっと今回作ってみました。実験的なものですね。であとは靴下。靴下はちょっとそのなんとなくちょっとこう作ってみたかったっていうところもあるんですけれども、まあ一応なんか波形っていうタイトルにしてあって、なんか波、波みたいな感情の波みたいなやつですね。なんかそれをこう模様にしているみたいな。で多分こういろいろ作るとしたら、なんかその生産形態上そのあんまりたくさん作れないみたいなので、なんかいっぱい作っていろんなその波型というか、そういうふうになんか足元に感情の波があるみたいな、なんかそんなふうな感じで作ってますね。はい。確かに何かでも感情って足には来なそうなイメージだけど、それを感情を吐くっていう発想はなかったですね。そうですね、まあ書いてからちょっとそんな感じがいいかなっていうのもありますけど、何かそういうのが反映されてたら面白いなって思って、足にね、足を見れば分かるみたいな、まあ、分かんないけど足を見れば分かんないと思うけど。あれなの、こう普段の戸塚くんの何つだろうな、一日の感情の波とか、まあ1年間通してこんなにアップダウンしてる、なんかね、こういう、そうですね、自分の感情の波、まあ何だろうと思うんですけど、そうですね、何か急にやばい時って来るから、何か何つうんだろう、こうなだらかじゃなく、なんかここのカクンのところで何かあったりとか、あ、そうですね、ここのここでここのこの部分に何かこう出来事があってたりする、ここの部分、まあ、ある、なんかあるってことなんでしょうね。まあでもちょっとそれはいつもこうってわけじゃないと思うんですけど、ちょっと簡略化してこう、模様としてね、あ、なるほど、なんかちょっとこうロボットみたいなね、ロボットの感情起伏ってこういう感じみたいなねイメージがあるんですけど、なんかこうルンルンっていう時と急にこうテンションが下がってみたいな、いいことがあると急にテンション上がるみたいな、そういうのをまあちょっと簡単に、まあ心電図みたいなね、そういう種類の形がベースにはなってると思うんですけど、ちょっと、この靴下は販売、そうですね、ちょっと今どうですか、ありがとうございます、欲しいです、ありがとうございます。なんか今ちょっと生産がね、緊急事態宣言でちょっと停止になっちゃってるんですけれども、またちょっとオンラインショップをねこれからねやろうと思っていて、でそれちょっと再開したところでちょっと作ろうと思っていますので、また興味その時までこうね、なんていうかテンションが残っていたらぜひ買います。今日のセーターとか今日の靴下もグレーですが、グレーに対する思い出があるわけですそうですね、グレーはでも大体グレーになっちゃいますね、
結構、うん、あのグレーって本当は白が、ね、いいんですけど、うん、その白は汚れやすいので実用的だ。割とこうでもグレーってすごい使いやすいと思います。そうですね、明るい何でも、うんうん、そうですね、明るいグレーっていうのが割と。今日の靴下もしかして。あ、違います。違ったんや。これしかまだ、ね、ないんです。あ、一回履いたんだよね。一回履いちゃって。そうですね、もう履いてなんでもう生産あの販売はできないんで。私の足が入ってるんで一回。逆に尊いかもしれない。ここだけグレーはないんですね。そうですね、ここだけ。あのちょっとそれは後ろに2枚目が貼ってあって、あの、あ、そうなんだ。そうですね、ちょっとそれで少しそれに合わせてあの変えてみてます。なるほど、うん、なんかちょっとバランス的に。バランスだ。なんかこのあっちの長方形のドローイングとこの正方形のドローイングって、その正方形のドローイング描くときとなんか感じって違うんですか、長方形のこの枠の形っていうのかな。そうですね、でもそんなには、まあ、意識としては変わらないというか。あ、そうなんだ。まあ、ちょっとこれをやったときに、まあ、ちょっとものによってはなんかすごい長文を書いて、なんかそのタイトルの代わりみたいな感じでなんか3行ぐらいの文章を書いて、でそれを絵にしたみたいな。へ、ちょっとその普段だと絵を書いてからタイトルを決めたりするんですけども、うん、文章を書いてからその絵を書くっていう方をちょっと上の2枚とかちょっとそんな感じでやってて、へ、まあ、少しそのまあでも長方形のイラストでそれをやることもできると思うんですけど、文字情報ベースでちょっと絵が情報少なめみたいな感じだから、ちょっとちっちゃい絵にちょうど合ってるので、そういう感じでも。この端っていうのはもともとどんなエピソードがあったんですか。これはこっちはないんですよ。これはもともと端っていうのをなんか確かなんか恥を書いたっていうような、まあ、タイミングで確か書いたと気持ちを消化したような作品。この時はまあそうですね、絵の方メインですね。あ、文章はそんななかったけど、なんかこの時はそのフォントをその既存のフォントにやってみるっていう、その手書きのフォントではなくて、うんうん、あの、なんか明朝体とか、うんうんうん、なんかそういう既存のフォントを入れてみるとどうなるんだろうっていうような、まあ、実験っていうか。これ無地ってこれは、あ、既存のやつ、既存のやつですね。無地はなんか印刷したものが貼ってあって、で端の方は一応まあ元々あったフォントをこうなぞってるみたいな感じですね。なんかすごい宇宙みたいなこう広がりがありますね、端に。一応なんかその灯台みたいなのが右下にあって、ええ、でその渦巻き模様みたいな感じでこう端に向かっていくみたいな、なんかブラックホールの中心にこう端があるみたいな感じですね。そういうイメージで。すごい。あ、でもなんか端大きいです。偉大ですね、端。でかい端です。ブラックホールに。まあ、こっちもちょっとメモ帳のね、あのサイズのものをちょっとだけ大きくして、うん、なんか折り紙とか、ね、なんかそういうのをちょっと付け足したりして、うん、素敵ですね、ありがとうございます。 そうですね、それであの作っているものですね。まあこれもまあ元々のドローイングよりさらにちょっと省エネモードというか、うん、ちょっと少しの力でこう完結して描けるものっていうような、うん、まあちっちゃいカプセルみたいな、まあ、そういうイメージですね。あ、カプセルいいですね。そうですね、そういう、この時はこの時でちょっと楽しい感じもあったけど、まあ、結構体力的に結構なんかその生活とのバランスが対策とかちょっと書きづらいっていう時に、うん、まあ、こういうものを作るのもまあいいかなっていう感じですね。あ、なんか戸塚さんの作品でこういうなんか幾何学的な模様のドローイングとか結構あの人物がとか植物が出てくることが多いので珍しいなと思ったんですけど。あ、幾何学的なものが出てくるのが珍しいという、うん、幾何学的っていうかなんかこう象形文字みたいなそんなの想像したんですけど。あ、どんな風に思って書いたんですか。そうですね、あのでもこれもそうですね、なんか結構その結構いろんなその象徴みたいな、その何ですかね、その普段描いてるドローイングとかでもなんかキャラクターみたいなものがいろいろ出てくるんですけれども、うんうんうん、まあ、それを
もっともっとその簡略化していくとあれになるみたいな感じですね。なるほど。あとは書く気力とかそのやる気の問題とか、あ、まあ、そういうそのキャラクターを顔とか書くまでもないみたいな、そういう感じになってくると模様でいいじゃないかというような感じでよりこうデフォルメしていくとあれになるみたいな、うんうんうん、じゃあ一番疲れた時に書いたような感じにもなるんですか。まあ、割とそうですね、力は使ってないで、ね、でもそういう時でも書くんですね。そうですね、うん、まあまあ、真ん中のなんか紫のやつはなんか USB メモリーと SD カードを書いていて、あ、本当だ、ね、もうこの時は結構もうだいぶね力を使わずに書いているっていう状態ですね。はい、あれあの絵なんだけど、はい、これがあるよっていう、そうですね、こちらがあの変なの映っちゃうかもしれない、あっちだと、あ、そうですね、そちらがその現代美術用語っていうのをあの文字を書くっていうシリーズで作った冊子になってまして、で表紙がそうですね、あ、表紙はすみません、あのダダイズムっていうあのよく言う現代美術の用語なんですけれども、それを文字をベースに書いてるっていう作品ですね。で、あのそういったテーマであの12ページの冊子で作っているのますので、まあ、そちらもあのもし会場にお越しの際とか、あとちょっとオンラインショップでも一応出そうと思っているので、よかったら見ていただけたらと思います。そうですね、フルクサスのフルスとかですよね。そうですね、全部まあそのダジャレ、まあそういうダジャレとか、まあ、まあ、そういう、そうですね、ビールがありますね、はいそんな感じですね、はいはい、ありがとうございます。面白い、これあれですよね、あのオンラインショップのところの解説に慣れない現代美術用語を親しみやすくみたいなふうに書いて、よりよりこう距離をなんていうか、なんていうか、こう次元が変わったみたいな感じの。そうですね、ものになってますね。あくまで私にとってっていうだけってことですよね他の人は別にさらに遠くなるだけかもしれないですけど、まあ、でもすごいちょっとそういう色とかもね、カラフルについていますので、そうですもう内容とは関係ないですありがとうございました。じゃあ百瀬さんの、はい、あ、これ